でで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 でドライブダッシュ使えねえだろう。そんな使っていい？まあ使うよね、そりゃね。死ぬ、死刑になってる。気持ちよかったってどっちだっけ、死刑だっけ。なめんなって。まあ一旦使うっしょ。ダメー、フェイントでーす、フェイントでーす。やだ、ここでで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 でこいつ Wi-Fi なんだけど。ビビって死んだ。ビビって死んだ。対戦拒否された。やっぱりあんなこんな髪型のやつが前ステップしてきたら怖いもん。俺も街中でガイルがいきなりこうやってガイルステップしてきたら怖すぎるもん。こんな髪型がどう考えてもまともじゃねえもん、こんなん。加藤、いや、こんなに伸ばす必要ないだろ、絶対。全然俺が有利。あぶねえ、リーサル逃してる俺、あぶねえ。大丈夫、これリーチです。これ次のやつに2連勝したら55ずつもらえて110ポイント、これリーチです。きたー。
つは。よしよしよし、ダルシムありがとう、ダルシムありがとう。おらー、よーし行くぞー。知ってんだよダルシムの苦しみは。やす、知ってるよ何がきついか。きたー、さすがに負けないよ、やったー、ソニックブーム。ここ3日で8時間30分ぐらいガイルやってんの。じゃあ8時間30分か、10時間切りました。ありがとうございます。まあ使ってみてなんですけど、強いっす、ガエル。めちゃめちゃ強いし、その端の読み合いがすごいやりやすいね、グラガリだの。あと弾を打って相手、そのなんて言うんだろう、もう根本的な飛ばして落とすとか、大パンヒット確認後アーダコーダとか、なんかそこら辺なんだろう、だいぶスト6できるね、ガエルは。うん、相性きつかったキャラ、 JP でしょ、 JP きつかった。あとキャミーもきついね、やっぱ弾抜けてくるから、ちょっとキャミーも結構きつかった。JP キャミーかな。 JP は弾打ったらフガシが当たるし、キャミーも一生弾抜けてくるからだるいしって感じかな。勝率見れる、68%。マリーザにめっちゃ負けてんね。ダルシム、キンバリー、ラシード、ブランカ 100% です。